長山意見は、江戸時代後期から、明治維新期にかけての加賀藩の儒学者。明林、道介の衆議院議員。文化12年8月15日、加賀国金沢石坂50人町に、加賀藩氏、岸平馬の長男として生まれた。文政12年、長山一次郎の養子となり、七月劇基役足がる、天保5年慶徳院主伝府定役留所。書。 同年半校明林堂に入学し、大島芝垣、西坂誠安に学んだ。天保五年、または天保九年、誠安に従って、江戸に入学し、小平校で、浅香盆斎に、呪学、清水石城に、名だし、藤川次郎左門に武術を学び、大月番慶、佐久間正山、栗本、福部安、塩谷東院、斉藤武道、河田進斎、倉石家 野田笛浦等と交流した。また、当時加賀藩氏の間では、将棋等の有名が流行しており、意見も、江戸で将棋の初段を得ている。なお、高橋陰安に、天文学を学んだというが、年代が合わない。帰郷後も引き続き、加賀藩に仕え、校下4年3月、木村左江門と江戸へ向かう途中、越後国中屋敷塾で、善光寺自身に遭遇している。 家営六年割上不足軽子頭。安政三年明林堂で金帝四教の交換を、手伝い、後に二十七の高所助教を務めた。文久年間藩主明大前田義康に従い、京都に登り、久毛等を相手に講義を行う傍ら、高松保実に和歌を学び、安図本さんを通じて証拠品に、私文の添削を受けた。 文久三年同僚鶴田陸と国政に関する参加条の上書を提出したところ、右大臣二条、成幸の告発により、藩宿舎兼任時での実況を命じられ、4月帰京した。慶応4年3月、木村久左衛門、陸原慎太郎、井口海一郎、小畑淳太郎と共に、金沢藩公使に選ばれ、衆議院で国政を論じた。解任後、帰京して、米林、 道助の理科人となり、経理調理方、御用を兼任した。明治2年3等上司、4月3等文学教師、11月兼、小族官学教師。明治4年金沢藩廃止後、石川県中学校、石川県市範学校で教鞭を取り、明治12年8月11日小盾の大音町の自宅で死去した。墓所は、野田山墓地後は利用津百四十八。 儒学は、朱子学を、主とし、古技学も参照した。天移り将棋序文では、理二局が主将した民体適用の学に賛同し、計学を、現実の国家制度に適用する必要を説いた。し、西坂西安は強固な上位論を唱え、洋学にも反対だったが、意見は、江戸で国際八式人と、積極的に交流し、見聞を広めた。 文久2年7月半に提出した上書では、西洋の公開術、果術による国防強化を説いている。尊能家でありながら、砂漠的傾向が強く、文久2年7月の上書では、戸様大名は朝廷の意気、口線により、風国を配慮するべきと説く一方、不代大,大名は従来通り、徳川将軍家の衆院上による治療当て業のままで、良いとし、 慶応四年四月二十五日衆議院においても、徳川家の所領を七十万国とするテ定旨に反対し、寸布百万国以上を与えて、諸侯の上に置くべきと主張した。王宇諸藩に対しても、彼らも応診だとして、正当に反対した。江戸地政策にも関心を持ち、安政二年二月江戸地が幕府の直轄となったのを受け、十一月、函館奉行部を理理広氏に対し、 欧州から正木への渡航制限を撤廃し、馬人の入植を促進させることを提案した。明治8年3月サインに提出した権限では、歌天皇以後の歴代天皇の称号はありにかなっていないとして、守護を送り直すことを主張した。基礎勘介、前田利家鉄砲の物子頭。小田原征伐に参戦し、八王子で病死。基礎勘兵勘介邸。鉄砲の物子頭。 基礎用衛門官兵衛邸鉄砲のも小頭。大阪の陣に参戦。岸士官助、用衛門追い。母の名字に改正。鉄砲のも岸騎士官兵割上不足がある。岸一郎衛門及米足がる小頭。岸士全蔵危機番組足がある。岸平馬全蔵邸定番五夫。妻は、九次上不足がる竹部八郎娘。 岸龍三郎秀美石川県県小族、頭包丁。岸茂月具第四高等学校教授。岸秀夫富山県黒部市開業医。ありがとうございます。